ぽっちゃん、おはよう。おはようございます。トイレの周りちょっと汚いね。ぽっちゃん、はい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 。ぽっちゃん、今は8時ちょっと前です。はい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 、はい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 。ここ開けてあげようか。どうですか。ぽっちゃん。ブラッシング。振り向いてる。ブラッシングは好きなんだけど、こそばゆいのね。はいはい。はいはい。あ、ごめん。今度は外を見ていたいのね。わかりました。ぽっちゃん、今日はね、日差し強いよ。ちょっとの時間しか開けたくないんですけど、今はちょっと雲に太陽隠れてるけど、これ太陽の隙間から出るとすごいよ。暑いからね、気をつけてね。ぽっちゃん、ぽっちゃん暑いの好きみたいだけど、全国の皆さんも熱中症にご注意ください。これからどんどん32度が続いて、1週間後には36度ぐらいになるらしいよ。気をつけてね。ぽんちゃん、ぽんちゃん、しっぽが動いてる。ぽんちゃん動いてない。はい、ぽんちゃん、はい、じゃんけん。はいはいはいちゃんくん。Mm-hmm.
ちゃんくんも死に当たりに来たのね。はい、どうぞ。去年の夏はここに花をいっぱい置いて日陰にしたりして、いましたが、さすがに暑かったのでですね、できたらこの障子を閉めちゃいたいんですな。がどうしても、太陽の光が必要な、猫のジャン君ポンちゃん、この2人はですね、ここに集まってきます。集まってきて気が済むまで日に当ててですね、その後閉めようかなと。なんかちょっと仕事の資料の上に座りましたが、いいか、もう終わったからいいや。はい、ポンちゃん、とりあえずこういう斜めにね、日が入ってきているので二人とも太陽が欲しいそうです。ポンちゃん、かわいいよポンちゃん。うん、かわいい。でしょ、この夏の日のダラダラした午前中です。梅雨が明けたからね、うん、なんかやっぱりさ、こういうなんていうのかな、昔の昭和の頃の暑っていう夏が子の子たちは好きなのかもね。エアコンで快適よりはなんか暑いみたいな感じで。黒犬おじさんは昔いわゆるその昭和の夏経験してるからね。うちわで仰いでも仰いでも熱風が来るやつとかね、うん、扇風機つけてるんだけど全然暑くてダメみたいなね。で、あまりにも暑いので眠くなるみたいなね、やってましたよ昔は。そこにね、窓型のエアコンっていうのがついた時はもう天国かと思ったよ。そして今やなんだか知らないけど部屋がちゃんとなんか、情報を取りながら温度設定してくれるなんかやつ一番安いやつ買ったけど、でも快適そんな中、日を求めてにゃんこたちはやっぱりね、縁側とかのあるうちがいいんだろうな。人間はちょっと縁側遠慮したいけど、サザエさん家。そうね。でもじゃあここを我が家の縁側と呼ぼう。ちょっと一時的にね、時間を決めて縁側にします。そういえばここだって午前中しか日が当たらないから、それ以外はね、仕事にします。はい、動画も今制作中です。もうあさっては黒犬おじさんポリープの、テスト、検査で、病院に行きます。もしポリープがあったら一泊コースの入院になりますので、今のうちにね、動画を作っとかなきゃいけないなと思って、今あるデータは全部動画に落とし込んでいます。編集しています。はい、もしそれっきり帰ってこなかったら、あとはよろしくね。そんなことある？ポンちゃん大丈夫なの？すっごい暑いですけど。ポンちゃん、どこに顔があるかもう分かんないぐらい溶け込んじゃってますけど。あ、出てきた。ジャン君とポンちゃんが溶け合い始めてます。熱いよポンちゃん。
あのね、窓開けてるだけで温度が1度は上がりました。今 27.9 度まで来ました。あれまあいっか、これからちょっとご飯食べてくるね。その間日向ぼっこしてなさい。じゃあね。じゃんくん、はい、今ご飯から戻ってきて動画の編集をまた始めようとしてジャン君に泣かれています。ジャン君、そしてね、これからちょっと朝風呂入りたいんだな。お風呂はだいたい午前中に入るんですけど、お風呂行ってくるけどいいっすか、いいっすか、いいっすか、このぐらい撫でとけばいいですか、このぐらい、これですか、これどう、どう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 、はい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 、はいはいはい、はい、じゃあまたちょっとね、ちょっとだけ行ってきます。はい、お風呂から帰ってきました。はい、ジェン君、扉を閉めてたから階段まで来れなかったのね。部屋の中でニャーニャー言ってたね。ポンちゃんはさ、そんな時もさ、あ、上か、上かな、きっと寝てるんだよ、ジャン君。はい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 、ジャン君、さあこっからはずっといるよ今日。5日の日の午後にお昼からいませんけど、病院行ってきますけど、割とずっといるよ。なんか見える？開けるか。はい、どうぞ。はい、いい天気。はい、ジャン君、おい、ママさんを見送ったのね。その後しばらく泣いてたでしょ君。ジャン君、見送った後ミョミョミョって泣くのはどういうことですか？悲しい、帰ってきてっていうこと。落ち着きましたか？はい。